今日から始まった防災週間に合わせて仙台南警察署では東日本大震災の経験と教訓を若手警察官に伝える講話が行われました講話には震災後に採用された若手警察官らおよそ80人が参加しました菅原悠署長が行方不明者の捜索や避難所の治安を守る活動など 震災時の自身の経験を話しました。そして、自分の命は自分で守ることや。災害時に正しく対処するための訓練の大切さを説くと。参加者は真剣に耳を傾けていました。東日本大震災の時、あの小学一年生で。 えっと、まだそのときは何も知らなかったんですけども、してくださってたんだなっていうことは、すごいなと思いましたこのあと、若手警察官らは、倒壊した家屋に人が取り残されているという想定で、救助訓練を行い、要救助者のけがの状況などを確かめ、担架で運ぶ手順などを確認しました。